続く第2試合は D シード白岡対上尾南の2回戦です。白岡は初回フォアボールとヒットのランナーを一塁三塁に置いて4番福田がレフト前へタイムリーを放ち先制します。これに対して上尾南は3回表9番三田部、1番斉藤の連続ヒットで2アウトながら1塁2塁と得点のチャンスを作ります。しかしこのチャンスに林がショートライナーに打ち取られ、上尾南得点を挙げることができません。追加点が欲しい白岡は3回裏、2つのフォアボールなどでワンアウト1塁3塁とし、バッターは5番山本。山本の打球は詰まりながらもライト線へのタイムリーとなり、白岡1点を追加、2対0とします。なおもワンアウト1塁2塁とチャンスは続き、6番草深は送りバント、これが相手のエラーを誘い2塁ランナーがホームイン、白岡3対0とリードを広げます。さらに白岡は6回裏、ツーアウトから8番島田がレフトの頭上を越えるツーベースヒットで出塁します。ここでバッターは9番涌井。涌井はタイムリースリーベースを放ち、白岡1点を追加、4対0とリードを広げます。対する上尾南は7回表、2本のヒットでワンアウト1塁3塁と得点のチャンスを作ります。ここで8番小田川はスクイズを試みますが、これが失敗。続く三田部もライトフライに倒れ、上尾南得点のチャンスを生かすことができません。このまま試合は D シード白岡が4対0の完封勝利、上尾南を下し3回戦に駒を進めました。